はい、今回の動画は Windows10 でクリエイターズアップデート後にゴミ箱の中身を空にできなくなった場合の対処方法を解説をします。でこのゴミ箱を、ね、空にできないっていう現象ですね、まあ、これはまあクリエイターズアップデートだけが、ねまあ、原因ではないんですけども、まあ、こういった Windows のアップデート後ですね、まあ、急にねこのゴミ箱が空にできなくなるという現象が、ね、まれ、あ、に起こるようなので、えー、まあ今回の動画ではその対処方法を解説をします。 それではね、まずコマンドプロンプトを立ち上げるんですけどもこのクレーターズアップデート後ですねコマンドプロンプトがこのねスタートボタンのところ右クリックで開かなくなりましたのでこのスタートボタンのところね、通常普通にクリックをしてもらってでちょっとこの画面の方ね下の方に下がってもらって。 でアルファベットの W のところですね、この Windows システムツールという中にコマンドプロンプトがありますんで、こちらを、ね、クリックをしてもらって、このコマンドプロンプトのところですね、で一応ね、このコマンドプロンプトのところで、マウスを右クリックしてもらって、このその他のところの,この管理者として実行というふうなことをね、こちらをね、やってもらった方がですね、確実に削除できると思いますんで、こちらをクリックしてください。 はい、そうすると、このコマンドプロンプトの、ね、画面が立ち上がってきますので、まずはこの出てきた画面にコマンドはですね、アルファベットの CD で、スペースを入れてもらって、円、まあ、マークですね、まあ、CD スペース円マーク、こちらを、ね、入力をしてエンターを押してください、はいでこ。そうするとね、この C コロンという形に出てきますので、そしたら次にここにですね、こちらのコマンドですね、でこのコマンドに関しては、この動画の下の説明欄のところに入れておきますのでね、そちらをコピーして使ってもらえればと思います。まあ、これでエンターをします。 はい、そうするとね、まあ、よろしいですか、y スラッシュ n ということで、まあ、この削除したい場合はね、当然 y ですね、y を入力をしてエンターを押してください。で、今ね、ちょっとこのこちらのパソコンにちょっとゴミ箱の中に何も入れてなかったので、まあ、指定されたファイルが見つかりませんっていうふうに出てきましたけども、まあ、こちらでね、そのもしゴミ箱の中身がどうしても空にできない場合はですね、このコマンドをやってもらうことによって削除することができるようになります。で、万が一ですね、こちらでも、ね、この削除ができなかった場合はですね、もう一つコマンドがありますんで、それはですね、 こちらのコマンドですね。で、このコマンドもこの動画の下の説明欄のところに入れておきますんでね、まあ、それをコピーしてやってもらえればと思います。で、やり方は一緒でここでエンターを押して、Y を押してエンターですね。これでですね、ゴミ箱が空にできない場合ですね、まあ、強制的に削除することができると思いますんで、まあ、もしね、お使いのパソコンでゴミ箱の中身が空にできないという現象が起こっているときはですね、まあ、こちらを試してみてもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。